ちゃおう。無学ライブ一座、無学ライブ一座、2015年4月4日の土曜日、午後6時になりました。大阪府地元大東市、大東市は野崎三道商店街、野崎ホームがスタジオより、第39回、ついに明日はもうこれでございます。明日我々の初、この番組の初イベントが明日ついにやっちゃいますよ。晴れたらいいよね。そして今日はですね、レギュラー陣はもちろん、なんと明日イベントにもかかわらず、普通やったらもうゲストなんか呼ばずに明日のイベント出席すると思ってたでしょ。なんと初登場の方が大東市からグループ来てくれてるんですね。楽しみにしてくださいよ。野崎フォークジャボリーに、ついにやってまいりました。どうもスタジオにお集まりの皆様、そして放送をご覧になっている皆様、お元気でしょうか。ありがとうございます。この番組は野崎本画家スタジオ出会い集い、思い出のレジェンドフォークソングのカバー曲から、頭しの作詞作曲のギター弾き語り賞を元気いっぱい歌う、このような番組でございます。まずは我々無学ライブ一座から、もちろんオリジナル曲、そう、僕がこれは18歳の時ぐらい作った歌なんですね。大きな空の小さな公園と言いまして、なんでこの歌かというと、明日が野崎参り公園でイベント、初イベント、この番組があるからですね、公園つながりで歌ってみたいと思います。この作品から大きな空の小さな公園、明日は野崎参り公園、風に揺られてる手に踏み逃げ絡む顔遅い朝がもう立ち、光を呼びながら陰で待ち続けてる、疲れた体を癒して起きれ、また明日へ帰るから、子供の当時の思い出ばかり探していくのは虚しい、大きな空の小さな声に心を置き忘れて、拾い集めて、大きな後ろ見つめとこか、行列の日を明けたり、ビルボケて行く日もただ立ち止まってる、つながり慣れかけたおもちゃの電動バス、色あせて行く今日も立ち止まってる、
さない頃の思い出ばかり眺めていくのは小さな声で皆さん、皆さん、大会場ありがとう。 OK、ありがとう。では改めまして、この番組の進行役 MC 自己紹介したいと思います。僕たちがですね、ここ地元大東市を拠点に2002年7月よりギター弾き語りショーという形で結成活動をスタートしました。12年同じメンバーで歌い続けですね。そして今はここ土曜日はもちろん毎週土今野崎さんの商店帰ってこの野崎フォークジャンボリーの今熱い思いで毎週歌い続けてるんですね。そして明日は先ほど言いましたが、ついにイベ初イベントが我々のこの番組で初めてするようになったんですね。ここまでたどり着いた内田君ありがとう。うん、片柳も来てるで、もう片柳カメラ来てよ、早早となんとか登場してよ。うちの、あ、皆さんごめんなさい、今うちのカメラマン今無事到着しました、ね、ありがたい、よう来てくれて、今ハッピー姿また一人でどうしようか思っとったから、うん、よっしゃ来て来て来た、よし、ということでございまして、そして土曜日この先フォークジャンボリーもちろん歌ってんだけど、その他ですね、我々他の曜日はもともと出張手前ライブ、主にボランティア賞から夢は紅白歌合戦出場としましてですね、大阪市24区はもちろん大阪市7区、大阪府全43市町村、そして近頃は近畿2区4県であります、このようなこのようなじゃなくて福祉関係生産ですね、老人ホームさんに福祉作業長、はたまたデイサービスにグループ、はたまた公民館に集会長、今週変わったとこ歌えたね、上の中の遊園地ちゃうわ、幼稚園じゃん。遊園地ちゃうわ。幼稚園のね、行動でね、今週歌う。まあ、幼稚園っていうのは老人会の方のね、あの、花火で歌いで、いろんな場所で歌わせていただいております。そう、私が、ここ地元大東市前大東市で座長もやってます。歌とギター、山野智則と、コーラスギター、ギター弾きの内田充。夢を楽しむと漢字で書きまして、それが僕たち、音楽ライブ、一座でございます。T シャツ着てね、お揃い、なんか我々以上に今日お揃いの服のグループさん着てるからね、みんな楽しみにしてくださいね。今日もね、生放送、もう続々とね、生放送にもちゃんとね、あの応援メッセージのファックス送ってくれてるんですね、ありがたいことでございます。こちらから行きましょうか、第39回野崎ウォークジャンボリーって書いてくれてます。お、いよいよ明日はイベントですねと、今日は全員野菜ですねと書いてくれてますね。大阪市は平野区デイホームらしいちゃん、スタッフ一同の皆さんよりいただいております。あ、これは僕わかるよ、僕もいつもわからんから難しい絵のクイズ来てる、これはエモンさんよ、これエモンさんは僕も知ってますよ、久々エモンさん書いてるみたいな。こちらもありがとう、こちらも来てます。今夜は第39回の放送ですねって、大東ハーモニカ、お、ちゃんと書いてくれてね、ハーモニカの人来てるよ、ありがとうございます。イベントの前夜さんって書いてくれてます。こちらは、堺市は東区ですね、大阪の堺市はソルメゾンの丸菜さんからくれております。こちらも来てますよ、第39回野崎フォークジャンボリー、音楽屋さん、音楽ありがとう、いろいろ書いてくれてます。大阪市北区ですよ、うん、グループホームアセス北梅田、木下さん、岡田さんよりいただいておりますありがとう、梅だよね、まっ、あ、さり梅だよね、こちら面白いです、これもね、笑いっていう情報もあるので寄せ書きに風にくれております大阪は吹田市のわらびっていうとこから皆さんからくれてるの、ちゃんと第39回野崎フォークジャンボリー、一人ずつ声で書いてるのに、片山 D アップしてくれてるよね、片山さん、OK です、はい、いい感じで書いて送ってくれてます、ありがとう、こちら送ってますよ、あ、なんか僕ら似顔絵ありますね大阪府堺市東区ハーモニープラザ、山口さん、お、
いいですね。これ内田君やろ多分。ん？ね、内田君。ああ。あのね、上村君ね、おりえな、可愛らしく書いてくれてんね、ありがとうございます。お、山野さんのトークが面白い。ゆっくり書いてください。山野さん、後ろ僕ミュージシャンです。はい。トーク面白い、褒められた。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらも。こちらは、あと大阪、箕面市ですね。ファビュルス箕面デイサービスの皆さんがくれたのは、第39回のザキフォークジャンボリー。いろいろ書いてくれますよ。お、とても盛り上がることで。いつもの曲じゃなくて、違う曲も聴きたいですねって、違う曲聴きたい方は、明日のイベント来てくれたらいいですね。ありがとうございます。ありがとう。おっと、第39回のパンダの絵描いてる。かわいい。大阪府は池田市。介護月有料老人花咲池田21の宮田さん横山さんよりいただいてかわいいね。これ知ってたかな、内田君のギターのこのストラップがパンダになってるで、これ上村君のここもパンダで2人パンダかぶったって楽屋でどっちがパンダ外すかいう話してるの、ちょっと僕見てるの面白かったですね。こちらもこっちかしいこうかな、してまーす。高槻市は平井さんからくれてますよ。第39回の集まるっていう感じ一文字くれてますね。明日がイベントで集まるってことでしょうね、多分ね。野崎ホークジャンプ仲間たちが大集合、明日はね晴れたらいいよね。どうもこっちも来てますよ。こちら高槻市の松倉が僕らのことこうやって書いてくれてますね。これも片山にもアップしてくれております。ちゃんと桜の絵も書いてますよね、うん、こちらがうちの番組のチーフディレクター、今日もいませんが明日のイベントいますよ。うちのチーフヤンチョディがこんな芝居をまた出てますんで、そちらも見てあげてくださいね。近くの神戸かな、大阪だと思うんだよ、うん、こちらに来ましてですね、我々のところついにこれでございますね。ついに明日です。ずっと言ってきました、ついにこういうライブが実現できる時あったんですね。これ1月まで出演者が全員揃うってことになっております。すごいですね、濃いですね、濃いですね、すごいな。もうあんなことこんなことがいろいろ考えてるらしいんでね、楽しみでございます。12時会場、12時半開演、野崎舞公園、ここからペーンって登ってて、観音さんの階段さえ登れへんかったら正解です。観音登ってる時は間違いでございます。看板を見つけ次第寄ってください。明日は雨天もちろん結構、電話で結構いただいてね、野崎舞公園って書いてるから野外ですかと、いえいえ室内です、多目的ホールという部屋でございます。雨降っても大丈夫でございます。ただ雨降ったら、潮崎上流外でタバコ吸ってることないと思いますからね。楽しみに見に来てくださいます。ということで今日も生放送、はい、この野崎農家スタジオは上村君どこにあります、そしてこの番組とは内田君よろしくお願いいたします。はい、僕たち同じくこの地元の大東市のね JR 学研都市線野崎駅、山田に伝わる野崎参道商店街というところがございます。今ちょうど商店街はね、桜シーズンでねちらほらと桜も咲いておりまして、山川も見るとねすごい綺麗な桜があるんですけどね、それを見すぎて通り過ごさないように、このちょうど、僕たちこの野崎本若スタジオはちょうど中間地点に、存在しております。そしてどのような形でねしておるかと言いますと、はい、視聴無料で野崎フォークジャンボリー毎週土曜日の6時から約1時間ほどですね、やっております。スタジオ観覧 OK です、遊びに来てください、皆さんね、はい、客席ございますので、はい、大丈夫です。そしてですね、出演者も募集しております。はい、フォーク大好きな方、若い頃歌っていた方、他にもですね、ギターとか今日はハーモニカですけども、他にもいろんな楽器している方とかですね、一緒にこの番組を盛り上げてですね、くださる方募集しております。はい、お待ちしておりますっていうのが無事だと見たからねとでございました。その番組始まってきま、今日で第39回野崎フォークジャンプですね。いきなり続きまして我々の次にもう初登場の方がもう登場するんですね。先ほどリーダーの浜田さん喋ってたら、ちょっと先に出してよっていう情報をいただきまして、先に行っちゃいましょうかということになっちゃうんですね。ほんま僕後のも取っときたかったのに先行っちゃいますよ。さあ大状態です。多分今までの出演の中で一番人数としては多いかもしれませんね。一番楽器が巨大やったのはちなみにおことですけどねスタジオ入れるから斜めに入ったって言われましたけどね、楽しみでございますね。ということで今から多分スタッフさんが順番、あ、そう分かりますよ、僕が前行けことを待ってるんでね前行けことやね、行きますよ、椅子持って行きますよ、僕が前に片山に、多分その印してるところぐらい後で下がると思いますんで、その辺よろしくお願いします。ということでございまして、今日はね実はね大東市の、そういうサークルとかグループのね本がありまして、その本を僕がペラペラってめくっててですね、ずーっと前から気になってたグループなんですよ。で実はもう番組始まってもう
そこそこぐらいにも実は声かけてたんですね、この代表のリーダーの川原さんにね。でずっと声かけてて、ついにやっと僕のオファーを引き受けてくれて、行こうじゃないかと言ってくれたんですね。楽しみでございますよ。大東市の地元大東市のサークル、グループでございます。6人で今日来てくれてね、楽しみでございますよね。もちろん地元大東市のグループなんで、僕らもねこのような出会いを楽しみな、先ほどね僕リハーサル見てたけど、ハーモニカって一つで言うてもいろんな大きさあるよ。びっくりするやつあるで、みんなあれハーモニカ持ってない人おると思うけど、あれハーモニカがこんなやつあるからな。楽しみにしててくださいそれね。では早速でございますがですね、もう大所帯で来てくれましたんで楽しみでございます。さあ川村さん、ちょっと僕見てみますね。あ、まだっぽいですね。ってことで僕がね電話した時にね、快くね行ってあげるよって言ってくれたんですね。本当嬉しかったですね。もう数々この番組いろんなゲストの人来てくれますけど、こうやって僕がね電話番号乗ってる方も直接自分でこの野崎フォークジャンボに出てくれましてかって僕電話するんですね。それを心よく見て、最初見て怪しいものよ、一番怪しいんでたらなんか変なもん売られるんちゃうかとかね。あまりにも喋りが僕はビュッと喋るんで、なんか怪しいなと思う人もおるみたいけど、実はこういうことを僕やっててね、それをまた思ってくれてこうやって駆けつけてくれたんですね。楽しみです。もちろん地元大東市のグループです。よろしくお願いしますね。どうぞ。大東ハーモニカクラブです。私たち隅の堂駅の下で、月2回ほど先生を呼んで練習しています。もう結成70年ぐらいになる、ありますね。みんな60過ぎての第二の人生を楽しんでいます。そして最近は月1回2回老人ホームデイサービス等で、一緒に歌ったり聴いてもらったりと楽しんでいます。今日はこの年になってこんなスタジオに呼ばれてもうドキドキ緊張していますが、よろしくお付き合いください。アンサンブルと、同様のメドレーをさせていただきます。じゃあまず、アンサンブルのバラが咲いた、じゃあバラが咲いたいきますね。
原で、コードの川村でした。お席がです。で次、童謡メドレーいきます。ちょっと待ってね。すいませんね、いや、浜田さん、よう来てくださって、
はい、ありがとう。まだ帰っちゃダメよ。さっきあなきリハーサルしてたよ。よう来てください。ありがとうございます。いえいえ、どうも。ほんま僕いきなり電話してね、よう心よく引き受けてくれて、いえいえいえ、もうここ前より先も言ってたけど、だいぶ前から実はね、もうアポ取ってて、やっといいよって言ってくれてね。そうなんです、嬉しかったね。もうね、出演させてもらっておいて、今来てからすごい後悔したんですね。なるほど、なるほど、もうやめとけよかった、思いました。最高やったね、ほんまに。でもみんなのね、ユニフォームもかっこいいよね、一緒にお揃いでね。そうですね、年1回ほど、一応発表会があるんですね。どこでしてんの、いつも。これは堺の方なんですけど。あ、堺で？すごい。私たちのこう教えてくれる先生が教室を5つぐらい持ってはるんですね。なるほど。それでその教室の人たちがみんな集まって、で年1回ほどみんなソロで。すごい、はい、すごいすごい。で、大東市はどこで主に活動してるんですか？大東市は、どこでしたっけ？リックでね。共立診療所。あ、そこも行ってるんだ。ああ、すごいすごい、学校行ってるんだ。ね、僕らも行ってますね。やっぱ一緒やね。うん。で、練習は？練習は普段はどこでした？スヌードンの下のリックですね。リックで月2回ほど。なるほど。ということは、大東ハーモニカクラブもし入りたいとしてれば、そのディック21の練習した時に会いに行ったんですね。そうですね。第1、第3。およかったら6時からやります。6時から。はい。あ、このユニフォーム着るかもしれません。そうですね。ちょっとこのユニフォーム着た際にうちのジョージがいるかもしれませんけど、その時は追い返してください。皆さん関係ですので、今17、8人で活動してるんですが、本当なんだ、すごい。そうなんですね。けど本当にあれハーモニカ一つ言ってもいろんなハーモニカあるね。ありますね。そこすごいな、かかわらず。これはもうアンサンブル用の。ね、すごいよね。コードですね。もう武器やもんね、もう。すごいよね。いろんなハーモニカ見れてね。僕らこのハーモニカこれしか想像しなかったけど、いろんな見れて、本当新鮮やったしね。刺激受けました。同じこう大東市で活動してどうし、また熱く燃えて、私らは盛り上げていきました。手習いですのでね。いやいや、幸せだよ、そんだけ衣装揃えてて。自分が楽しんでるんですね。いいと思います。音楽ではそういうことでございます。そうですね。はい。今後ともだともに音楽楽しんでいきましょう、大東市で。はい。ありがとうございました。もちろんまだまだ続いてきますよ。さあ、この方今日もね、レギュラー陣抱えつけてくれてますね。流れ流れで野崎参道商店街、山口県下関出身。そう、今日も来てくれてます。明日のイベントはね、ちゃんとあの寝坊せず来てくださいよね。頼みますよ。怪しいな。さあ、明日はね、もう歌うこと決まっててね、お客さんからもね、リクエストいただいててね、あれ歌ってと言われてるらしいんでね、楽しみでございます。さあ、今日も野崎サウンド商店街、何を取ってくるでしょうね。さあ、レギュラー陣、この方の登場です。こんばんは。こんばんは。第39回目の野崎フォークジャンボリーを取っております。先ほどは、大変素敵なハーモニーの、ハーモニカの、演奏で、それを聞いていると、まあ、ちょっと僕 もう桜の咲くシーズンで、ちょっと桜っていうあの曲をやってみたいと思います。ちょっと自分なりにアレンジした曲です。
え、あの、終わりますよ、僕は。お、なるほど。ありがとうございます。ってことはあれですよ、山根さん来てたんですね。そうそう。山根さん来たら俺は一曲で終われると喜んでね、いつもね。で、今日はもうスタジオの前がもう桜咲いてますよね。そのインストを合わせての桜、いやいや、どうでした、あんだけリハーサルしてて。いやいや、あの、うん、先ほど素晴らしいね、うん、あの音色の後にそれでこれと、ね、私もさすがの私も、うん、ロイをつけておりました。流れちゃうそれ。で桜が良かったよ、あえてインストでね、桜の雰囲気出してちょうど季節、これ実はスタジオの前にほんま桜の木があってね、で野崎観音の方を見ると桜も今綺麗なちょうどいい時期よ、けど雨や風でね。ところで城崎さん、桜が咲く頃いつも痛風なんてあるかになるけど今日は大丈夫そうやね、明日は。ちょっとね、あの、まあ大好きなビールをちょっと控えめにしております。あ、ほんと、あ、それはよかったね。おー、それほんまかどうか片山 D また聞いておこうとね。明日はあのついにイベントなんで、城崎さん頼みますよ、はい、間に合うように。どうやらあの噂の片山 D に電話するって片山さん言ってましたんで、迎えに行かないかハメなのかもしれませんけど、その時よろしくお願いしますね。まあ、OK って言ってくれました。ありがとうございます。今日もありがとう、城崎さんでした。さあ、というわけでまして、この方もかけているのはレギュラー陣です。今日は2曲やってくれますよ。明日はもちろんイベントにはまた参加してくれます。うちのレギュラーはですね、ほんま今来たら今登場しますんでね。地元大東市在住で、ストリートミュージシャンでもある方なんですね。で、僕がこの番組に出てくれんかって声かけてくれた第2回の放送からかけてくれてるんですね。で、今日が第39回かね。今日もね、駆けつけへん時は、詳細上に昔5曲歌ったってことなんですけどね。山根さんまた書いてから5曲。今日は来てくれてますね。どんな歌ってくれましょう。この方です。レギュラー陣、どうぞ。こんばんは。こんばんは。なんとかギリギリでしたけど。本当は一つどうもで、次のギリハットばっかりでつこ、知りませんけど、オーコースの最初の頃のやつで、地球は狭くなりました。
だが一つの道を歩いて行こう。明日の世界を探しに行こう。頼みますよ、本当に。明日はギリギリ来ることないでしょ。大丈夫です。で、山根さん的な登場シーンも面白いけどね、いつもみたいに。来ましたみたいな。スタッフ、わーって僕に言いに来るから、来ました、山根さん来ました、みたいな感じ。明日頼みますね、本当に。はい、まあ、多分山根さんの登場まで、潮崎ジョージとどっちが先登場するか。あ、ジョージのところもゲスト出なあかんから、いろいろ忙しいと思いますけど、先ほどの、ずっと練習されました、一人で。あの歌詞カードなくしてって言ってたんで、あとで残っといてください、ね、じゃあ明日もよろしくお願いします。今日も最後のフォークソングでした。ありがとうございました。山井雅彦さんでした。ですね、我々文学ライブ一座選手の放送から今日の土曜日までまたあちこち歌いに来たんですね。上村君どこ行ってきたか言ってもらってもよろしいでしょうか。はい、3月29日大阪市北区はアセス北梅田福祉グループホーム。日曜ですかね、はい、まあ、土曜日終わった次の日曜日にアセス北梅行きましたよ。もう楽しかったね、みんなとね。またお会いで終わった後にね、ライブはもちろん盛り上がってくるんだけど、終わった後みんなであのコーヒーとかね、一緒にこう席バラバラに詰まるね、メンバーがね。でそれぞれいろんな席でお父さんお母さんとおしゃべりしながら、その一つのショーになってるということでね。僕もいつもね、僕ね、多分見てくれたのはあのおでんちゃん言っていつも喋る。おでんちゃん元気ですか。まあね、あの足をくじいたからね、折れへんから心配だけど復活したってね。もうおでんちゃんといつも喋るんでね。おでんちゃん本当先生って呼んでくれる。あれ昔の方ってあのボランティア歌いに行く仕事先生って呼ぶねな。もう先生って言わないでください、おでんちゃんの話で。これ2人で盛り上がるってね、これいつもこの話で楽しくね、会えてよかったです、嬉しかったです。そしてで3月の30日大阪府箕面市ハピルス箕面通称介護デイサービスのひな祭り市長で、まだひな祭りってこれは月曜日になるんでしょうね、多分ね。月曜日箕面まで行ってきましたね。大東市なんで箕面分かります。1時間40分くらいかかりますよ、本当に。で会いに行くんです。これは常連組さんです。ハピルスいつも会いに行く。3月の、ひな祭りのショーも去年のもう9月ぐらいかも抑えてやったかな。それでいけたよ感じでね、会えてよかったですね、本当に。皆さんと楽しかったでございます。内田君も絶好調であのおやつ食べてましたんでね、よかったね。もっと食べたね。ありがとうございます、楽しかったです。そして3月の31日、大阪府堺市東区、うん、ハーモニープラザ福祉グループホーム。これは火曜日かな。火曜日ですね、はい、火曜日行ってきました。もうハーモニープラザですか。はい、もうついにね、初めてお会いしてね、もう楽しみに待ってくれてたよ。ほんであのちょっとお花見コンサート、これ3月最後やから、あのあひな祭りコンサートすることだけど、ついに桜が咲いたんで電話かかってきて、お花見コンサートで買いますわ言って言ったら、後ろにお花見何やったっけ、お花何やったっけ、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 お花見何やったっけ、書いてくれてね、桜祭りや、桜祭りコンサートいうの書いてくれてね、それを僕らがゲストで歌いに行くっていうね、いい季節終わったよね。うん、最高でしたね。初めて行ったと思われんぐらい、楽しかったです。ありがとうございました。そして、うん、4月の1日の、大阪府吹田市水曜日ですね。水曜日、はい、デイサービスわらび、うん、通所介護事業所行ってきまして、はい、わらおに来る、そして美しくてわらびっていう施設なんですね。ここもともと寿司屋さん、寿司屋のカウンターそのまま残ってて面白い施設なんですね。何周年くらいだか、3周年記念のイベントのゲストでね、歌い、実は1周年の時僕が歌いに行って、2年ぶり歌いに行って、楽しかったですね。終わった後また面白かったな。ショーはもちろん、うわ、盛り上がってくれてね。もうあの、職員さん見ても、もうみんな、熱気がする。ライブハウスで熱気になってたんでね。みんな倒れたらあかんって言ってね。もうやばい、熱くなってました。終わった後に、職員さんと、利用者さんと俺らと一緒に、みんなで、なんかあのロシアンルーレットゲームしようみたいなこと言い出して、もうすごい施設と思わないでしょ。若者のパーティーみたいなのとかね、シュークリームの中にあのカスタードクリーム以外のやつが入ってる人がおるみたいな、それをみんなで食べ合う。お父さんお母さん大丈夫かなと思って、
てみろ、バンバン食うのよ。で、こういう時うちらく当たらなあかんがな、そのカスタードクリームじゃないやつ。もうなんか美味しそうに食うてるから、向こうで。目細めて。誰がなって言うたら珍しく上村君当たってね。びっくりしました。上村君当たることこれないで、大体。まさか上村君。あそこ、うちらくにはやっぱ役目としてはね、うさぎみんな遊んだりしてね。ライブももちろん楽しかった。ありがとう、わらびの皆さん。ありがとう。そして、4月の3日、金曜日。金曜、金曜だね、うん、はい。奈良県大和郡山市、うん、北ガイド、うん、これは白樹会のホットドッグサロン合同お花見会の、うん、シーツつつい、幼稚園の行動会場にて、うん、行ってきます、幼稚園よ。こういう機会なんて幼稚園行くわけないもんね。で、我々あの皆さんご存知かもしれませんから、保育園で幼稚園は全部断ってますからね、我々。よく保育園が電話で歌いに来てよ。くたくなに行かへんみたいですね、我々は。だけど、幼稚園は行くことないんでね。それ昔ね、小学校が行ったかな。もう歌ってる間に、もうなんかあれ、前列やつおれへんな思ったら、後ろ回って干潮してきよったね、ほんとね。もう二度と行くかと思ったよね。歌ってたらずっと靴下引っ張りつこったりしてね。もう二度と行くかと思ったことだってね。子供は我々断ってるんですよね。だから幼稚園は行くことないんで楽しかったね。すごいよね、楽屋が。園長さん室みたいだと思うから、歴代の園長さんの写真が白黒からずっとここからに、うわーって並んでるね。あれ面白かったよね。もうライブはもちろん最高やと思いきやね。我々もう、その12時までに終わらなあかんかったけど、もう15分くらい前に着いて、もう遠かったし、もう急ぐいで行ってきて、うわー着いて、ぐわーライブして盛り上がって、なんとかやってね、みんな喜んでくれてね、ありがとう、内田君、最高に弁当も美味しく食うてましたね、皆さんね。今週もいっぱい食ったって、もう花より団子ですよね、内田君、またよう言われますからね。花より弁当これ大好きなんでね、皆さん。これからお花見コンサート行く人皆さん用意しなくていいですよ、うちだけにね。以上ですよね。以上です、今君。以上です。楽しかったですね。ということで、明日も我々イベントでございます。ついに、はい、この番組7月、去年の7月に、今日も吉村さんおられますが、この野崎参道商店街フォークの街にしてくださいと依頼いただきまして、では野崎フォークジャンボリーという番組の師匠じゃないかという時にゲストが誰もいない。僕らと潮崎ジョージだけが始まった。そして山根さん、先ほど出てくる山根さんを声かけて3組だけでスタートした。それが今やね、あちこちからゲストを来るようになって、今日も初登場の方も来てくれる。なんて嬉しいんでしょうね。で、やっぱり、こういうこと、思いを出していかん限り、こういうことやっぱ動いていかないんでね、やっぱり夢は叶っていかない、そういう実現していかないんだけど、この番組で僕は学びました。そしてこのイベントをするということで、本当に感動しております。そういう思いを出そうっていうオリジナル曲、僕たち作った、僕が20歳の時に作ったことです。思いを出そう。出走、聞いてください。街はこの街
を過ごしている待ってまーす。ということで今日で第39回、野崎フォークジャンプでした。今日も楽しかったね、すごかったね。内田君、上間君、ユニフォームが我々以上に揃ってたグループを見た初めてでございましたね。かっこだったな、あのチョッキみたいな。内田君、チョッキみたいなこの作ったるわ。僕、ダンボールかなんかあったということでございましたね。今日も本当にね、大東ハーモニカクラブの皆さんありがとう。本当にね、来てくれてありがとう。本当にこういうね、出会いが刺激となってね、大東支持がまた盛り上がっていけると思うしね、楽しいで、来週はね、あとね、この放送がね、また40回です、ちょうど。また偉いもんでね、もうイベント明日あって、来週が祝40回、どっち祝ってくれるのかな、みんなね。偉いこっちゃでございますよね。ただ、本当に今日も楽しかったでございます。じゃあ、もう一回ね、最後にね、今日の出演のみんなにね、もう一回セッションしようかなと思っておりますよ。なんと潮崎城、そして山根正彦、そしてなんと大東ハーモニカクラブ小村さんまで登場だ。よろしく。オーケー、大丈夫ですか。明日に支障ないよね、まだ。小村さんどうぞ。こっち来てるでいいよ、こっち来てるで、はい、こっち来てるで、さあ、ということで同じで、川村さん今日ほんま来てるんでありがとうね。もうまさか会えるとは、こんな形で最高でした、ありがとうございます。ということで最後はね、皆さんのこの番組第39回ね、40回増えて盛り上がって終わりたいと思います。こんな感じ、今から皆さんが身を見せますよ。こんな感じ、川村さん見といて、こんな感じよ、せーの、どこへでどこまでも皆さん大合唱してもらいたいですね。さあ、第39回野崎フォークジャンプ、最後盛り上がって切れますか。じゃあ川村さんもタンバリンよろしく。ノー越えてキープミーヨI'm gonna go.
思う遠い目の出来は晴れが雨が見上げた空は朝の空野望な夢旅立つもう一人さん、はい、どう越えてどこまでも行こう慣れ道坂道砂利道どれけんせいとも青別れたいなら君横で、hey! 心が飛び飛び遠い目の敵は晴れとおろしとの、hey! 見渡す海はまだ泳ぐやぼうな夢旅立つ行くぞ探そう越えてどこまでも行こうやなりやかけありやどうしてもはいどこ越えてどこまでも行こう何かどこきなきどの街へどこまで向こうもういっぺんもういっぺん大合唱最後よろしくね行ってもよろしいでしょうかガムラさん行ってもよろしいでしょうかダメダメダメ行かないから終わらない番組だからヒーヒーミーさんはいどうも越えてどこまでも行こうやはり笑いだとしてもはいいいね希望の街へみなさん素敵な大会最後ありがとう、hey! 第39回野崎フォークジャンボリーでございますありがとう今日は過去1、C、3発目じゃあ鎌田3発目いきます、せー